今宵も早根性のお別れとなりました。お顔見たさに来てみたが、現像これにておいとまつかまつります。兄の屋敷を立ち出る。一足歩いて 立ち止まり、二足歩いて振り返り、これが別れか見納めか。さすが騎乗の赤垣もしばしたたずむ雪の中、暑い 果てに時を取り直し、まんじゅうが朝を傾けて目指す行く手は両国か。大和川との合言葉同じで立ち勇ましく、山道なんだら火事場を利しる木も面と袖印。 横川勘平竹林屋敷が大門平家は輝きは宝蔵院流くしゃくの手あり竜としごいて真っ先に吉良の屋敷に踏み込んだり、されど東が消そめても未だに分からぬ吉良殿ありか。さすがの大石蔵之助天を仰いで嘆くとき、 誰が福やら呼び届け、平の手を取り引き出し、福は赤垣源蔵なり。
赤穂浪士が引き上げと聞くよりあの塩山は申し上げんぞがその中に織りはせぬ過去立ち上がり一助一助はおらぬか一助赤穂浪士が今引き上げの最中確か弟がその中にいるはずじゃそなた早う行って見届けてきてくれもしも現存がいたならば隣近所にも聞こえるように大きな声で叫んでくれよいかもしもおらないその時は小さな声でわしにだけ知らせてくれよ頼んだぞ祈る心で待つうちに転がるように戻りきていやー玄蔵様がおりましたわい嬉しい涙の塩山は雪よけ立ててまっしぐら仙台港の門前群がる人をかき分けかき分け前に進めば現像も兄は小ぬかと背伸びして探し求めている様子現像兄上かひしと三河が明日顔と顔固く握った手の中にかゆう潮の温かさ同じ死じゃものお肉じゃものした男の顔に昇る朝日が美しいや笑顔を交わして別れゆく花の兄弟今朝のお江戸